今これを見てる方がどれぐらいの方が、日本語おかしいな、今これを見ている方でどれぐらいの人が江田島テレビっていうのを知ってはるか知らないですけど、僕あんまり YouTube 人のを見ないんですけど、時々江田島さんのは見てて、江田島キャンプシリーズっていうシリーズの中で毎回酒のおにぎりを作っておられて、それがねどうしても食べてみたくなったので真似させていただきます。概要欄にね、江田島さんへの江田島 TV のリンク貼っときます。よかったら見てみてください。よいしょ。ひっついてもうた。やっと貼ってよ。ブルブルブルって。え？ブルブルブルってやって。どうやって？ああ、こうやって？そうそう。あ、ひっついてもうた。よいしょ。あんまりやったら切れんの。よいしょ。こっちいい感じ。よう焼いた方がいいよね、きっと。これ今食べたくなるぐらい美味しそうやで。ちょっと一口食べてみようか。うん、美味しい。フィールドアの火消し袋やったっけ、炭消し袋、これに備長炭が消せるかどうかやってみます。よいしょ。煙出てる。赤野ちゃん。昨日焼いておいた酒から骨をほぐしていきます。炭の味がする。いきなりやな。
持ったの？どうすんの？大丈夫大丈夫。よいしょ。熱い。触ってはいけないものを触ってしまった。昨日焼いておいた鮭の身をほぐして骨を外しました。これをご飯に混ぜていきたいと思います。ご飯がまだ炊けてないです。どんな言い方か。でも美味しそうでしょ。うまそうでしょっていうの。あちちちこんな感じ。結構2号って上まで来るね、ほんま、うん、どうよ。混ぜるスペースがない。やっぱりユニフレームの羽釜じゃないとあかんのか。師匠よ。なるほど。うん、ラップがちょっと小さかった。よいしょ。あ、多いわそれ。え？多いわ。いいんちゃう？握ってしまう。おべこべ。のりで包んでいきます。こんな感じですかね、枝島師匠。すきれいに包めません。よいしょ。じゃあ、いただきます。
真撮るの忘れてるわ、これ。師匠、全部海苔で巻いてしまわはるけど、食べるときに巻いた方がいいよね。うん、うわ、ほんま。あんな人もしんなりしないの少ない。またやりたくなる。うん、なるわ。美味しいわ。ああ、ごちそうさまでした。これはお土産持って帰ります。卵サンド。今日のコーヒーは井上商店ボンボンコーヒーさんボンボンブレンド、いただきます。キャンプはここに来るのが目的でした。ここの近くでやってるキャンプ場を探して兜の森テラスに行ったっていう感じです。じゃあ榊原温泉湯の庄ゆっくり使って帰りたいと思います。